今回のプレゼントはこちら、パナオペア航空券を一組様にプレゼント。応募方法は動画の後半に出てくるから最後までチェックしてね。そうそう、ミスマリンちゃんのプレゼントが当たるドキドキ水着で内緒クイズ。チーム枠はご覧の通り、罰ゲームをかけてクイズスタート。それでは本日の内緒クイズはこちら。今回ロケで船を運転してくれたデルメールさん、実は何度か日本に遊びに来たことがあるんだけど、でも東京は好きじゃないです。デルメールさんが東京を嫌いな理由は何でしょうか。デルメールさんが東京を嫌いな理由とは一体何でしょう。六本木で襲われた。こんないかつい感じで、違います。信号が多すぎて面倒くさくてやろう。あ、確かにね、パラオは信号ないんですよ。うん、確か。だから違います。違うか。ちょっと地下鉄で迷子になっちゃった。おお。惜しい、迷子になっちゃった。惜しい、違う。足してるけど違う。はいはい。満員電車が嫌だった。いやだ、違うのよ。つまり、はいはい、電車がぴったり行きすぎてやだ。いやだからそんなに簡単です。切符を買えなかった、うん、いやだからつまり電車に乗れなかった。乗り方が分かんなかった。乗り方分かんない。だから東京嫌い、もう電車に乗れなかったから。分かんない。正解。正解は、東京が好きじゃない理由は電車に乗れなかったからです。難しかったです。パラオには電車がないので乗り方が分からなかったんだって。ということで正解は電車に乗れなかったからでした。ということで三村セイラチームの勝利。アンジェロチェルシーチームは罰ゲーム決定。今回もこちらのパチンコ台を使って罰ゲームを決めちゃいます。それでは罰ゲームチャレンジスタート。いらっしゃい。赤入った。果たして今回の罰ゲームは。あれなんか当てたって。なんだ、ハピーで、ハピーで、ハピー。あら、はい、急に何あ出ました。はい、はい、ということで罰ゲームは体にいい謎の虫。はい、ずいぶんね、もう虫の方が傷んでまいりましたけど。ね、やだ、傷んだ虫。賞味期限が終わっちゃいましたけど。はい、やだ。それでは罰ゲーム執行。はい、入れて。せーの。うわ。早っ。あ、噛んで噛んで噛んで。だ。すげえ噛んで。めちゃくちゃ噛んだ。でも確かになんか湿気てる気がする。なんか湿気てる気がする。チェルシーさん噛んでますか。エンディングエンディング噛んでますか。噛んでます。ちょっと見せてください。噛んでね。噛んでる。噛んでた。すごい湿気てるもん。チェルシーさん声枯れちゃいましたね。声が枯れてる。それではプレゼントの応募方法をお伝えします。今週の罰ゲームは何だったのかを明記の上ホームページからご応募ください。以上、ミスマリンちゃんのプレゼントが当たるドキドキ水着で大丈夫でした。ドリアンよりアンジェル大丈夫かな。